はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社を持っています市民代表社員の椎根勝です。本日はですね、弊社と、ご契約してくださった、Y さんのインタビューをですね、何回かに分けてお送りしております。 Y さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、現在の目標をですね、お知らせいただけたらと思います。そうですね、やっぱり決めた以上は早く仕事になれ、しっかり業務が遂行できて、早くそれなりの見返りもしっかりもらえるように、やっぱり頑張っていきたいと思います。なるほどですね。もうとにかく慣れるということがもう最大の目標になってますね。はい、ありがとうございます。この軽貨物のですね、お仕事に期待していることって何かございますか？ちょっと意味が違うかもしれませんけども、はい、やっぱりストローで1日動いている。なんつったらいいんでしょうか、まあ、サラリーマンとは、人はちょっと違う、でも責任の重い仕事だと思いますので、ますます賃金体系も、お休みに関しても、ドライバーの味方の状況になるっていうだけからですね、もっともっと。メジャーな仕事となってくるんじゃないですか。なるほど、そうですね。それはですね、私も望んでます。ぜひですね、そういう業界になってもらいたいと思っております。はい、ですね、Y さんのインタビューはですね、まだまだ続くんですが、また次回ということで Y さんよろしくお願いします。もう非常にですね、私も願っていることも今日お話聞けて非常に嬉しかったです。どうもありがとうございました。